9月2日、時刻は8時30分を回りました。町伝情報局ではなく、まだタイトルの決まってない放送を隔週の火曜日に放送しております。パーソナリティのヤギです。そしてここですね、上田市中央2丁目交差点付近にありますアウトドアビジターセンター内に設置しました町伝大手門スタジオよりお送りしております、まだどんな内容を話すのか、どんなことをするのか、まだ決まっておりません、まだね、あとメッセージね、いただける方、今画面にも出てますけども、fm.tisagata@gmail.com でお待ちしてますんで、ぜひ、この番組に何か突っ込みたいことがありましたら、ぜひよろしくお願いします。まあちょっとですね、金曜日とは若干違うような形で、まあ時間の方も、まあどのぐらいだろうね。12、3分放送できればいいのかなってちょっと今思っております。ねえ、もう9月ですよ、早いもので。ねえ、9月。季節的にはもう秋なんですよね。秋ですよ。何か、今年の夏何もしてないわ。自分としては悲しいんですけども。ねえ。さて、この番組どうしようかなって考えてまして、もうちょっとですね、今ちょっと実は先ほどまでちょっと歯医者にいまして、ちょっとですね、なんていうの、埋めたものっていうの、それが取れちゃいまして、それの治療に行ってきたわけなんですけども、何年ぶりですかね歯医者に行ったの。口腔外科さんの方には3年前に行った記憶はあるんですけど、ちゃんとした歯医者に行ったのは20年どころじゃないね。えらいってないですね。本当久しぶりに歯医者行きまして、治療してきましたけども。やっぱりじいじ、歯に削る音、本当嫌なんですけど、いやー、ねえ。まあだけど昔に比べてそんな痛いっていう感覚はなかったですね。またちょっとですね、歯の治療で、お医者さんの方に通わなきゃいけないということで、まあね、あとどのくらい通うのかちょっと分かりませんけど、ちょっと徹底的に歯を治してからね、歯を治そうかなって今ちょっと考えております。いやー、びっくりしました。歯ボロボロだってね、思った以上に歯ボロボロね、しょうがないですよね。まあそんなこともあります。歯の曲なんかないかなって考えたら、歯の曲ないですよね。だから歯医者の曲とかね、まあいろいろと、まだこの間もですね、いつでしたっけ、あれ8月の24日、3日の日か、土曜日なんですけども、掛湯の交流センターの前の方でですね、掛湯フェスの方に行ってきまして、その時に知り合ったアーティストの音源もいくつかね、今掛けられる順段取りを今してますんで、またそれができましたら皆さんにもですね、ご紹介していきたいなと思っております。まあ、金曜日になるか火曜日になるかちょっとまだわからないんですけども、火曜日の放送は極端な話でもう趣味の世界を思いっきり話そうかなって今ちょっと考えてはいるんですけども、まあ知ってる人は知ってますけど、私ヤギ、まあ一応ね、ライブフォトグラファーということで、カメラマン、一応カメラマン技術もないけどカメラマンね、カメラマンとしてライブハウス等では一応名前だけ取ってますそんなヤギがですね、好きなものといったら、まず鉄道でしょ、ガンダムでしょ、 F1 でしょ、どれも話せるっていうは話せるんですけど、もっと詳しく話せるっていう人多分山ほど出てくると思うんですよ。まあとってもそのマニアックなところをですね、ついて話をしていこうかなと思ってはいるんですけども、なかなかマニアックすぎて誰もついてこないんじゃないのかなという話もありますが、ねえ、どうなんでしょう、マニアックすぎてもいいですかね。ちょっとマニアッ
なところを話そうかな。ちょっと今日もですね、職場の方で宇宙世紀の話しないのって言われまして、宇宙世紀ですか、じゃあ僕ここでモノマネしなきゃいけないじゃないですか。永井一郎さんのね、もう今いませんけど、永井一郎さんの声で人類があってね、人類が、なんだっけ、人類が、増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって半世紀とかっていうね、ガンダムの一番最初に出てくるナレーションですけど、その辺を喋ってくれってみたいなことを言われましたけど、どこまで話せるかのも分かりませんけどね、そんな話もするのかな。ちょっとまだ金曜日の番組の方もですね、一生懸命ちゃんと放送できるように段取りを今組んでるところなので、火曜日の放送はその後になります。本当にですね、マニアックな放送をしていこうと思ってます。まあ10月、もう今9月ですけど、来月ね、10月になれば F1 も鈴鹿の方に来たりとかしますし、まあできればね、多くのそういうモータースポーツやってる人、上田の方でもね、モータースポーツ一生懸命やってる方もいらっしゃいます。フォーミュラフォードだっけな、あ、まあ、1.5 リッターの NA エンジンのフォーミュラカー走らせてる、ね、子が、確か東進ジャーナルさんの方にもちょろちょろ乗ってる子がいますよね。まあ、その子のこともちょっとです、これからアプローチかけながら話をしていこうかなとも思ってます。まあ、あと、この間とかかなり前に、こちらに来た方で、ね、清水さんだったかな、清水誠さんだったかな、松本山雅の話してましたけど、まあ、松本山雅も含め、上田にね、上田ジェンシャンっていますし、あと、グランツェロードさんはまあ長野県内だから微妙なんです。まあ、スポーツの話もね、していきたいなと思ってますし、自分自身もスカッシュ好きで、もう、ここ本当3年、3、4年ぐらいは全然スカッシュできてないんですけども、またちょっと今、目の治療が、もうぼちぼち終わりそうで、いきなり今度目、今度は歯の治療みたいな、体ボロボロじゃんかって言われそうなんですけどね。まあとにかくそんな感じで、ちょっと今少しずつ準備してますんで、またね、どんな番組になるかっていうのはまた分かり次第お知らせしていこうと思ってます。あとですね、この放送というか、この間日曜日なんですけども、このスタジオ開けまして、長野市で活動している大島千恵子さんって方いらっしゃるんですけども、この大島さんの、やってる片付け、片付けの、なんて言えばね、プロモーション用の撮影を行いました。長野市大島片付け、大島って普通の大島さんのね、大島、あと片付けって入れるとブログとか出てきますんで、見ていただければ、そちらの方にですね、どんな模様で撮られたのかっていうのが分かると思いますんで、そちらの方にいくつかアップしてありますんで、ぜひご覧になっていただきたいなと思っております。でそんな感じで、今週、まあ先週ね、この、おとといちょっと行ってきたんですけども、おとといそんな感じで行ってきたりとかして、あとちょっと金曜日に入れるのか火曜日に入れるかちょっとまだ分かんないんですけれども、図書館代理みたいなことね、まあ前々から情報ライブラリーさんの方に話はしてたんですけども、なかなかいいお返事がない、返ってこない、まあお役所仕事ですからね、どうでもいいっていう、どうでもいいっていう話なんですけれども、そういうわけにいかないと思うんで、中央公民館さん隣にね、図書館もありますし、そこの方行って情報収集したりとか、あとどうしようかなって今ちょっといろいろ考えてはいるんですけども、なかなかうまい案が出てこないんですけども、ね、本当にどうしたらいいんでしょうって感じなんですけども、どうしましょう。まあそんなことをいろいろとですね、日々考えてるヤギでございます。まあね、ちょっとこの番組一応ね、カメラはあるんですけども、ちょっと今見せられる状態じゃないっていうね、まあ別に殴られたとかではないんですけども、ちょっと社服着たりとかしてるので、急遽ね、こちら来てますんで、まあ、今回はこういうね、マチッツさんのロゴに、ね、メッセージお願いしますっていう、タイトル、テロップが出てますけどね、ぜひ皆さん、何かありましたらこちらの方まで連絡よろしくお願いします。
この番組まだまだスタッフ足りません。マンパワー必要ですので、ぜひですね、この番組やってみたい方いらっしゃいましたら、ぜひ一つね、あの番組作ってみたいと、まあ興味本位で来てもらっても全然構いません。いろいろやってますんで、ね、本当にまあ、なんて言えばいいの？ちょっと喋ってみたいなとか、体験してみたいなって方でもいいと思います。一回体験してみると、あ、こんなものなのかなと。ね、こんなものなのかじゃなくてね、かなりですね、なんて言えばいいか、あ、時間かかるんだなとか、思いますよ、やっぱり。かなりね、時間かかったりとか、あと、その何、何びっくりしますよ、本当に。喋るのってね、意外と簡単そうに見えて簡単じゃないんですよ。皆さんどう考えてるか分かりませんけども。まあ、一度来て体験してもらうのが一番ですよね。いや、まあ、やってもらえれば、それなりに、分かってきますし、まあ、大体いろんな方に聞くんですけど、一回やってみて、できる、できないっていうのははっきり分かるんですよね。できればやってもらいたいし、できなかったらそれで諦めるじゃないんですけど、また考え方変えればいいですし、ね、なんかちょっといろいろな方法があるんじゃないのかなって思いながら、ちょっと、模索していただきたいなというのありますね。まあ、そんなことで皆さんにですね、このスタジオを使っていただきたい、一番そこです。まあそんなことでね、このスタジオの運営の仕方もちょっと考えていかなきゃいけないし、まだちょっとやっとですね、あの入り口、まあ今日ね、画面じゃ見れませんけど、あの一応の、あの放送してない時にこのスタジオの前来ていただくと、なんかちっちゃいの貼ってあったんで、ちょっと大きなものに、別に単色なんですけど、単色で刷ってきたんで、それでまたちょっといろいろとこれからチラシ作ったりとかして、多くの方に参加できるような形のスタジオにしていこうと思ってますんで、ご期待ください。頑張りますんで、応援の方よろしくお願いします。あと、まあ金曜日、まあこの間ちょっとね、早めに放送しちゃったんですけども、できればちゃんと8時から放送するような形でやってきます。まだまだね、やらなきゃいけないこといっぱいありますし、このスタジオ自体もね、もうちょっといろいろと飾り付けじゃないんですけど、いろいろやっていきたいなと思ってます。まあ、あと、今週末なんですけども、私もちょっとスタッフとして参加しますけど、自転車のレースね、アウトドアビジターセンターの皆さんとも手を組んで、番組を作っていったりとか、そちらの方はちょっとですね、毎週とかっていう話ではないんですけど、月に一度放送できたらなって今ちょっと思ってます。どのくらいの放送になるかちょっと分かりませんけどね、ちょっと少しずつ頑張っていこうかなって思ってますね。いろいろあるんですけどね、まあちょっと歯の調子がちょっと良くない状態で急遽来てるので、喋りもむちゃくちゃなんですけど、ちょっとね、かぶせ物が取れて、そこのところに急遽ね、なんかパテみたいなのを入れられて、なんか感覚的な変な感覚なんですよ今。なんかね、気持ち悪いというか、なんかそんな感じです。いやまあね、いっぱいあるんですけど、何しましょうかね今日ね。いやー、本当に涼しくなってきまして、皆さん体調の方はね、気をつけてくださいね。まだまだこれから長い夜が続きます。読書の秋とかね、いろいろありますけど、皆さんどんな秋を過ごされるんでしょうかね。まあ自分は今年の秋なんですけども、7日の日がその自転車のイベントで1日ない、次の週が佐久市、あの内山峠ってあると思うんですけど、そちらの方のなんだっけ、あれ、なんだっけって言ったらあれですけど、あのコスモス祭り、コスモス祭りで1日だけですね、コスモスライブっていうライブがあるんですけども、そちらの方にお邪魔して、どう何をするのかちょっと分かりませんけど、ちょっとお手伝いしてこようと思ってます。でその後の週の21日の日が、それも柵なんですけども、進化っていうね、もう今年で11回目になるんですけども、場所の方が佐久平駅前、 JR 佐久平駅前のミレミアムパークの方で開催されるイベントにスタッフとして参加するんですけど、ス
タッフとして参加するんですけど、何をするのかよく分かってないっていう、一番危ないパターンですと言っても、何でもできますんで、何でもやりますけど、本当にね、何でもやっちゃう自分がいるので、ちょっと怖いっちゃ怖いんですけど、本当にね。だからこの間、いつでしたっけ、8月30日なんですけど、私、あの、いつでしたっけ、あの、だんだん放送してましたけど、深瀬仁広さんのライブが上田演劇の方であったんですけども、そちらの模様を行ってきて、ずっと話をしてきた、ね、深瀬さんのイベント行ってきたんですけども、その深瀬さんのイベントに行って、何をするのかって聞いたら、前日に実はあのチケットのもぎりをお願いしますっていうこと言われまして、あ、チケットね、切るのねっていう話で、チケット切ってたわけなんですけども、チケット切ってたんですけどね、なんと、あの、チケット売り場ってあるじゃないですか。チケット売り場の、その、なんていうの、あの、昔ながらのチケット売り場、そこに入れていただきまして、幸せな体験させていただきました、本当に。まさかあんな中にね、入って、チケット本当に売れるとは、売れることがね、できるなんてね、想像つかなかったので、本当にびっくりしております。で、そんなとこを行きまして、ね、あの、楽しいライブを、結局ずっと物を売ってたりとかしてたので、ライブ自体はね、あの、何?待合所っていうか、入り口でずっと聞いてたので、どんな演奏だったの、まあ一応ね、音は聞けたので、何を演奏したのかとか、MC で何を言ってたのか分かってはいるんですけども、ま、何せ、壁越しなんで、若干ね、音量少なかったんですけども、とっても楽しいライブでした。また聞いたところによると、10月になりましたら、深瀬さん、またね、上田の方でライブがあるようなこと言ってましたので、またその時に、直前になりましたら、皆さんにもご連絡しますので、ぜひその時は皆さんで応援しに行ってみてはいかがでしょうか。ライブ楽しいですよ、やっぱり。うん、もうずっとライブ畑、何年、もう15年の上ライブハウスだったりイベント会場行って、いろんなアーティストの曲聴いてますんで、まあね、金曜日の放送でもよく言ってますけども、いろいろ CD ありますね、その中から聴いていただくような形ではね、いますけども、まあ、本当にとっても楽しい、ね、ライブなので、ぜひ皆さんもですね、ライブ会場に足を運んでいただいて、ライブと、ね、CD やっぱ違うところがやっぱありまして、こんなこと語るのもあれなんです。 CD ってやっぱりね、ちゃんとしたクロックっていうんですけど、カツンカツンっていう、ちゃんとそれに合わせて、なんていうの、メロディーじゃなくて、なんだけど、リズムを取って、そこにギターだの、あのピアノだの、そういうね、楽器を入れて、最終的にボーカルの声を入れて作るんですけどもね、大体が。そういう形でやっていくとですね、やっぱりね、違うんですよ。やっぱそういう音とライブっていうのと、やっぱ比べると、やっぱりライブ の感覚ってやっぱ違うので、ぜひ皆さんライブ、ね、見に行ってください。とても楽しいので、ね。ライブ行ってみてください、ね、本当にですね、いろんなライブありますし、まあコスモスライブでも進化でもいろんなアーティスト出ます。またその中でまたいろんなアーティストのつながりができることが自分とても嬉しく思ってますんで、そんなねイベントぜひ行ってください。まだ秋になるとですね、冬、実を言うと秋口いっぱい音楽イベントありますしね、ぜひこれから先いろんなイベントに参加したいなって実際のとこ思ってます。いやー、ずっとですね語り続けてましたけどもね、こんなことでいいんでしょうかって話なんですけど、最後にですね、また近いうちどっかで書けるかとも思いますけども、この曲聴いて今回はお別れしようかなと思っております。これですね、春先、5月かな、5月ぐらいに、どこ、イオンさんか、イオン上田店の1階で
開催されたライブ、まあ要するにフリーライブなんですけども、フリーライブの時に東京から来てたアーティスト、ノーリーニューンっていうね、ノーリーニューン、東京から来てたのに、なんで東京でから来てた人が上田でっていう話なんですけども、実を言いますと彼ら、軽井沢ラブサングアワードで優勝した、ね、経歴を持つ方々なんですよ。その方々の曲で散歩道っていう曲があるんですけども、短いんですけど3分ぐらいしかないんですけども、今回はその曲を聴いてお別れしたいと思います。ナビゲーターはライブフォトグラファーのヤギがお送りしました。それでは皆さん、また金曜日お会いしましょう。それでは。また家に帰ってくればいい。